東京の皆さん、愛知県の整体師が、今度ね、東京出張に行くに従って、に撮って、ごめんなさい、動画をね、たくさん撮らさせていただいてるんですけども、本当にこのあと1ヶ月をね、切ったところで、また新しいね、ちょっと発見がありました。この腕のロッキングですね、守るための緊張、それはやっぱり、当然バランスを取るところなので、まあ、膝にもね、当然それはあることは分かっていたんですけども、まあ、今回、足首と膝とですね、股関節、まあ、ここ、そうです、まあ、2週間ぐらい前にちょっと見つけたんですけども、まあ、その中で、まあ、ちょっと片方しかやれてないということで、この、まあ、二方向から取るのと、そしてまたもう一つですね、ちょっとすみません、揺すってあげるとですね、またそれがちょっと抜けがいいということに気がついて、そしたら、まあ、本当にこの、足が軽くな、すごく軽くなったという報告をね、いくつかいただいて、ちょっと私もびっくりしているところなんですけども、まあ、ぜひね、この12月と、令和2年、12月7、8とですね、東京、目黒の駅の徒歩2分のね、サロンをお借りして施術をするんですけども、本当にこの、また新しいね、また新しい施術が、方が思いついて、本当に良かったなと思います。ぜひね、この、4種のですね、手足のね、4種のロッキングをね、取る、そんな施術法をね、まあ、日本で絶対にここで一つしかないんで、体験してみる、してみてはいかがでしょうか。本当にこの喋りが下手くそなんですけども、一生懸命、皆様にお伝えしたくて、喋っています。よろしくお願いいたします。